たまらんなあ。まあでもそうか。向こうも向こうの思惑があるってことだね。これ逃亡中だから。あ、もうでも移動できるようになったんだ。え？でもそうすると、大塚殿の兵に追われそうな気すけど、その辺はどうなのよ。ちょ、行ってみようか。ちょ、どういう感じなんだろう。あ、もう閉められちゃってんだ。なるほど。これあれかもね、大塚殿も、本当には追わないかもしんないね。いや、でもあの人だから、そんなことはなさそうだな。思いっきり追跡は出してそうだね、追跡の兵は。さあ、大塚城を離れ、北の地をしばらく旅しました。もうざっとね、こうご覧の通り、雑に旅してます。そしたらね、まあ、イベントが見つかる。これね、まず、消えぬ炎。これ最後の必殺技、炎の剣ですかね。と、この百鼓鳥を倒せが出てきたんですよ。ここもそうだし、ここもバルトゥ百鼓鳥を倒せ。これもそうなんかな？これはただの拠点を制圧せよか。とね、まあ、この辺の面白そうなのも出てきましたし、あとね、これ、ハーンの鎧だって。これ、猛虎の鎧がご褒美として手に入るんですよ。まずは、これを進めてみましょう。これ多分ね、ゴスケの鎧みたいに各地を見て回って、お頼みを聞いてください。その鎧を手に入れ猛虎るっがていう我感じがだと思師うんです匠をよ。捕らえて、コほう。トゥンハーンのために鎧をあつらえさせたのです。そのコトゥン神の話を鎧重んじをるだ着けちゃでおうっなていうこく、と。技術まで盗いや、もうでもと技聞術き、まで盗師匠もうというはのは鎧ね、をもの作すりご終いえ、賢いと思いますよ隙をね。見て逃げました。ハーンの鎧を持って、その行そう先なで、んだ。2つの部す位をごい度それ胸ぞじゃれんね。違う村に隠したと本人から聞いておほう、りそまのす。へ、他の部位は、師匠はどこにいんだろうね。もうこの手中になる隠ほど。し終える前に見つかったのか。師そ匠れはを、残りの在りかを白状するあ、人を拒み、殺されて処し刑まさいれちまゃっしたた。んだ。鎧の一部は見つけたが、はあ。すべてこの手に収め、師匠の仇を討とう。あなた様が来てくだされば、師匠でもも、成猛虎仏ので鎧きなまんだよす。ね。残りの部位をおそ持れちいただけれは、ば、お体に合うよう神殿私がとしては治しまどうしなょんだろう。ね、敵の総意に身を包むってなんかちょっと、あってはならんような気もするんですけれども。まあ、どんな見た目になるのかっていうのがすごく楽しみではありますよね。ハーンの鎧。ここか、この独身百鼓鳥が多分持ってんだね。と、これだ。このバルトゥ百鼓鳥が持ってますよと。あとは？とりあえずこの二つだけなのかな？じゃあ、ちょうどいいんで、この独身百鼓鳥とバルト百鼓鳥を倒して、猛虎の鎧をいただいちゃいましょうか。さあ、まずは独身百鼓鳥とやらがいる、猛虎の砦ですかね。すごい広いな、これ。お、なんだ？今の火槍か。ということは、火槍奪って使えるってことかな？それは楽しみだな。さあ、切り刻んでやるよ。こっ！しかし、5人まで一騎打ちで倒せるっつうのは、熱いよね。さあ、来い。おお、危ない危ない。ちょっとタイミングおかしくなった。あれ？ 5 人目が来ない。おお、危ない。どこだ、ヒアリは。あ、あそこだ、わかった。よしよしよし。場所さえわかっちゃえばこっちのもんですよ。ちょっとでも、あんまり、敵を倒さずに行って、ヒアリでもって、叩きたい。ので、どんどん。あ、ここにもヒアリあんじゃん。憤怒の舞。一つ、二つ、三つ。あ、毒か。これ、毒や。兵だよね。おお。何、腰を抜かしてんだ、貴様。これで、あれがうるさいな。あっちの、ヒアリを倒してしまいたいね。そしたらあそこを使って楽しいことができそうだ。おお。ちょっと飛び降りちゃった。話になちょっとダウンしてるじゃない。ちょっと神殿の危ない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  ちょっと無茶苦茶になってる。まずは
何やなくてもヒヤリでしょう。ちょっと叩き落とされた。あ、これ待って、どっか食らってない。おー、危ない。あー、どっか食らってそういう状態になっちゃうんだ。よし、これでヒヤリ奪って使えるよね。よーし、使える。これは楽しいぞ。まだ敵下にいっぱいいるからね。どこだどこだ。あれ、いないな。あれ、ちょっと待って、いないんだけど。あ、いた。これそうでしょ、ほら。まずはこの人いいな。これでも死にゃあ、これでもヒヤリだけじゃ死にはしないのかな。あ、まだいるか。これでやっつけたかな。あ、いたいたこの至近距離で。あと一発か二発か多分撃てないんだよね。あー、いるね、いっぱいいるいる。これもそうじゃない、この高台にいるのも。これもやっちゃおうか。ヒヤリ楽しいわ。あ、いた、ほら、これもそう。お、またここにいるよ、ほら。これで終わりだね。もうちょっとヒヤリで遊びたいよな。補充できれば最高に楽しいんだが、そんなことはさせてはくれませんよと。さあ、独身百個帳は果たしてどこにいるんでしょうか。っていうのはまたこの旗を全部集めると出てくるパターンなのかな。なんかそんな感じがするね。だからまずは旗を集めましょうよと。もう多分敵はあらかた片付けたんですよね、多分ね。って何しろ、まあ、全然いるじゃん。何しろ広いからね、片付けきれないわ。おっ、おなぎ払い、やるなこいつ。しかしこう、まだこっちに一人いた。今度は盾か。ですね、お見事。生身打つで、登り旗を取り戻せ。あ、なんかすごい立派なゲルだね、これね。これ、体長角のゲルでしょ。これを取って、そうすると、火薬樽を破壊しろか。なるほど。それが呼び水になって、独身百個帳が来るっていうことだね。あれがそうかな、あの黄色いマッカ。さあ、来ますよ。一騎打ち。現れましたね。あ、っていうか、兵に囲まれてんじゃん、神殿。すんげえいっぱいな、あの猛攻。しかし、それでもなお、敵を前に一騎打ちする。さすが隊長角といったところでしょうか。やっぱり音楽がいいね。あ、この神殿のこの無表情がまたたまらん。さあ、かかってこい、独身百個帳。あっちゃった。こう、
なんか途中でかわしてくるな、独身。おっと、ここで崩すところまで行きたいんだけど、意外と崩させてくれない。三角で崩すよりも普通に四角で攻撃した方が当たるな。もうでも相棒追い込んできてるでしょこれ。あれ、お、倒したのか。なにこれ、取ったのか。すげえ勢いダッシュしてんだけど。猛虎の鎧の部位。はえー。すごい逃げ方したね。独身百個鳥を倒せ。独身とバルトゥーが途中でこんがらがって、完全にごちゃごちゃになってましたけど、次がバルトゥーだね。で、ここは別に、こっち側の拠点になるっていう感じじゃないのかな？どうしたの？ジンドの。そんなノブ2世よ。驚いた顔で見ないで。そうだね、ここはもうただの空き家になっちゃうんだね。すごい、ちょっと待って。ゲルが焼き払われてんだけど、これ全部ジンドのがやったんでしょう。結構、こうむちゃくちゃするなぁ。さあ、行くぞ。お、なんだこれ、暗殺になった、勝手に。ちょっと。今のは完全に事故。フンドの前。一つ、二つ、三つ。何おじけてんだ。試練一戦。どうしたの。どこ向いてんな。あっちだじゃないんだよ。さあ、それではこの火薬だるを破壊して、バルトゥー百個鳥とシーを消しましょう。さあ、出てきますよ。これで猛虎の鎧の部品も全部揃うってことになりますよね。相変わらず数を頼んでますね、猛虎は。さあ、見た目も一緒ということは使う技も一緒。まあそれはそれで統制が取れてるからいい軍であることは間違いはないんですけれども、しかし一度弱点が分かってしまえばね、それを全ての兵に適用できるということで、すでに貴様らは負けている。参りましょう、ジン殿。水の方。あ、なんか切り返しが早いんだよな。やっぱ小さく使っていった方がいいね。本当は崩して試練一戦とかやりたいんだけど、なんかそういうことをやらせてくれそうな感じもしない。あれ、ちょっと細かく動いて鬱陶しいな、これからのこの縦切りがね。ただそれもすでに見切っている。これ外に行こうとするとやっぱり襲われるのかな、縦切り。そうだよね、甘い。これで全部揃ったでしょ。しかし、これで全て、凄まじい言い方するな。あの弟子の元に戻るか。やった、これ楽しみだ。これが、靴、そして、コテですね。で、この前に、野営を破壊して、これも見つけたんですよ。兜とこの片当ても。さあ、バルトゥ百個鳥を倒し、技量獲得、新たな技。まだなんか取れたっけ？あ、これが一つだけ残ってるわ。これで、
全部なんですよ。ポイントを使って取れるのは。そうそうそう。全部取ったんですよ。で、あとは、このホムラの剣だけなんですよね。じゃ次これ行きましょうか。これこうやって見ると結構ノブ2世も精悍な顔つきしてるね。傷ついて。かなり強そうなんだけど。でも、ジンドのちょっと冷たい、この馬には。相変わらず、ゲルは焼き払ってんのかな。焼き払ってんね。容赦ないな。では、猛虎の鎧と対面しに行きましょう。さあ、あそこにいる弟子と話すと、猛虎の鎧が手に入るわけですよ。楽しみだ、楽しみだし、これが多分、手に入る最後の、防具だと思うんですよね。もう多分この先はないんじゃないかな。まあ、いかがです、猛虎の鎧だしね、もうこれ以上はなさそうな感じもするよね。さあ、見してくれ。猛虎に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れない。その通りだる。早く見せて。あと一度だけでも教えを受けたかった。何を？お主が教えればよい。そうですね。わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。とは、そうやって鎧師というものはね、歴史を紡いでいくわけですからね。あ、わあ、これは、ちょっと待って。人道の敵にはこれアウトなんじゃないの？コトゥンハーンのために作られた鎧。特殊能力は？はー、なるほどね。いやー、ま、あ、これもうすでに最大なんだ、これで。はー。いやー、でもこれは、人道の敵にアウトでしょ。これはだって、完全に適応じゃん。猛虎に魂を追ったかってなっちゃう、それじゃあ。なんでダメですね、残念ながら。猛虎の仮面は猛虎の仮面で、全くもって表情見えないしね。ただ、この、大和の国の面具が全部、顔の下半分を守るに対して、猛虎の仮面は上なんだね。でもまあ、にしても表情見えないからないでしょう。まあ、これは、タカ殿からいただいた、クロードの鉢巻きで頭はもちろん、これなんか、変態っぽいんだが大丈夫、ジンドの。ダメダメ。そんなジンドのは認められませんよ。かっこいいな、相変わらず。やっぱ、これが一番しっくりくるよね。おじうえが見たら何と言われるんだろうな。本当だよ。多分、それこそ兵を出されると思うよ。まあ、この鎧で行きましょうよ。やはりジンドのにはね、坂井家の鎧が一番似合うんですよ。さて、それでは、もうすぐそこなんで、消えぬ炎、行きましょうか。これが間違いなく、ビアホーシドの最後のライブ音源になるというわけでございますね。あ、ウグイスの女。いた。ビアホーシドの、ラストライブ。震えておられる。あ、そういう出だしね。なるほど。火はつきそうか。残念ながら。ビアホーシドのビアは超えた手では、何もこんなとこにもいないでもね。なんすごくじらせるね、始めるまでに。お、おお、寒いと準備完了ですね。そういたします。ですが今は火を囲みこの山の言い伝えを、無論でありますよ。聞きましょう、奏でてくだされ。ある年に、あ、出た、ホムラ天から上学の山の、ホムラ天から上学の、リズムがやばいよね。上学の崖を登りて、ホムラ包みし岩尾を見いずる。すげえ、声に迫力がありすぎる、この人。ホムラ振られれば、ホムラは鋼包めども、おの神はこともに。しびー、アンジーダシたるその技をホムラの剣と名付けた。ホムラの剣と名付けたり、魔王のかけらを切り出して渡りたるは、からの中国に行ったってこと？これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、ほう、旅を続けていくとせか、
またも穂村の落ちぬれば物の風民に恐るるなかれと解き聞かす。いつの人のなんだろうね。穂村の剣は天よりの授かり物としなんかでもちょっとテイストが違うよね今までよりも。隠さず望む者に伝えり師から弟子へと伝えられただ猛虎のみ技を継ぎ対馬の旅を裏切に。あ、なるほどなるほど、あの盾兵が使うやつか。城岳山の頂で本村は待てり勇者来たらん。いや、なんか全然テイストが違うな。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。めっそうもない。ですが浪人に語り聞かせたところ、浪人山に向かったようで。それがラスボスな今回の。おらぬと良いのですが。え、山が隠し持つ秘密を。菅笠衆ということは、そうだよね、そういうことだよね、きっとね。消えぬ炎。いや、ここで竜蔵の最後の部下と会うのかな。それはそれでちょっと感慨深いもんもあるけど。城岳山を登れ、行きましょう。まあ登るのに関してはね、神殿に任せておけっていう感じはありますよね。凍えてきた。あ、時間制限があるとかそういう話なんかな。凍えてきたってあまり言うセリフじゃないよね。体を温めねば。あ、ほんとだ、画面がちょっとパリパリ凍ってきてる。へえ、面白い。火はないのか。これやばくない。ちょ。あ、そういうことか。あー、ダメだ、力尽きちゃう、このもの。はい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 、なるほどね、なるほど。てか、視界が、これ、でもこれはまずいよね。いや、これちょっと待って、これ初見でクリア無理だろう。どこに行けばいいかすら分からんのだが。ちょっと待って、そんな。はい、すみませんでした、やり直します。申し訳ござらん、神殿。